黒止め袖色止め袖清掃での家族写真。左端の女性が黒止め袖を着ている止め袖は、和服のうち、既婚女性が着用する、最も格の高い礼装である。着物の格においては、第一礼装となり、西洋のイブニングドレスに相当するが、イブニングドレスのように時間帯の制約はなく、昼夜問わず着用できる。江戸時代には、振り袖の長い袖を、 一定の年齢になると新八つ口を縫い留めて短くする習慣があり、こうして袖を一尺三寸程度に留めた着物のことを柄行きに関わらずすべて留め袖と呼んでいた。この留め袖という名称がやがて既婚女性の礼装という意味に転じていった。現在、留め袖と呼ぶのは家政文化華やかな頃に江戸で芸者から流行が広がった江戸妻と呼ばれる。 下半身部分の身に模様の入った着物である。裾模様は、奥身部分が最も高く、前身頃後身頃と、7、5、3の割合で低くし、また、年齢が上がるほど模様全体の高さを下げるのが一般的である。古くは左右同じように裾模様を置いたが、昭和に入って、上前のお身みから、下前のお組みの裾に向かって、斜めに模様を置いたものが広まった。 本来、留袖は振袖をリサイクルしたものであったので、地色は様々だったが、明治時代に西洋のブラックフォーマルの概念が取り入れられ、黒地が正式なものとなった。黒留袖は、戦前は白羽二重、または白一腰じり面の下着と重ねて着用され、丸帯が合わせられていた。1960年頃には、下着を着用する代わりに、重ね着しているように見せる。 日をくじ立てとするのが一般的になる。帯についても1960年代から1970年代にかけて丸帯から袋帯に簡略化されていく。1980年代以降は袋帯が一般的となった。また、八掛か,かりは表と強制地を用いて仕立てられる。これを無くじ立てという。このため、 表からは見えない鉢係にも模様が入ることがある。地色が黒の留め袖を黒留め袖と呼び、生地には浜ちりメンや単語ちりメンなどの地模様のないちりメンを用い、裾模様が入れられている。五つ、門を入れて、既婚女性の第一霊装として使われる。現代では、結婚式や、披露宴での親族の既婚女性や、中央夫人の予想として用いられることが多い。 地色が黒以外のものを色留袖と呼ぶ。記事には地模様のないチリめだけではなく、地模様が織り出された文章ちりめんやリンズやドムス、種子地が用いられる場合もある。五つ門が正式であり、三つ門や一つ門は略式となる。無門のものもあり、TPO に応じて用いる。留袖は本来は既婚女性のものであるが、近年では、 未婚女性が礼装として着ることがある。これは比較的高齢の未婚女性の場合、振り袖を着るのはためらわれ、かといって訪問にでは華やかすぎるということで、年齢相応の落ち着いた控えめな装いとして色と目袖を着るようになったという経緯がある。また、宮中では黒は物色とされているため、黒と目袖ではなく色と目袖が用いられる。 皇族が和装の霊装として着用するのは色止め袖であり、一般のものでも叙勲などで宮中に散大する場合は色止め袖を着用するのが慣例になっている。ありがとうございます。